丸小橋ですね。結構カリいただきます。ピーチ長い今ぐらい、あー大トロ行きましたね。カプセルサウナニック、お疲れ様です。乾麺、乾麺とおつまみチャーシューとビール、元気さは明太子、あば、なんか入ってるこれ。明けましておめでとうございます。2024年辰年ですね。今年も、よろしくお願いいたします。去年は、いろいろと、走らせてもらって、人生初の100マイル、ウルトラトレイルマウント富士ですね、その完走できたりだとか、しました。だけれどもその後9月のですね、それの前に7月が富士登山競争山頂コース、途中で、DNF になったり8合目で、DNF だったりですね、あと9月、信越5枠こちらも100マイルのレースですけれども、88キロでここはもう自己申告でリタイアという、苦い経験を、した1年になりました。今年はですね、2024年信越5枠100マイルをまず第一の目標として、2度目の100マイルを目指していければなと思っております。とりあえず、月の、走行距離ですね、去年は月平均250キロ、年間3000キロを目標としてましたけれども、まあ、最後右腕骨折だとかしてですね、2700、2800いかなかったぐらいでした。なので今年は、まあ、とりあえず3000キロ、できれば、月平均250ではなくて300キロ走った上での、年間3600キロ、それぐらい走り込んでいかないと、なかなか信越5枠は厳しいのではないかなというふうに思っております。山の練習もなるべく増やせればと思っております。まあそんなこんなですけれども、まあ、去年1年間ありがとうございましたということと同時に、今年も、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日は以上これぐらいで、あとは走ります。こんにちは。今日は12月25日、クリスマスです。もういい天気、空は真っ青ですね。ちょっと今日は休みなんで、ちょっとまだリハビリラン続けているところなんですけれども、川崎方面までちょっと長めに今日は走っていきたいと思ってます。とりあえず今日はもう川崎方面向かって走ってきます。まだ早かった。もうちょっと経ってからやりましょう。まだちょっと手が痛いですね、懸垂は。よいしょ。この間ランニングイベントで、習いました、走り方。体が前に倒れて一歩出る、その前傾姿勢で走るっていうことと、あと重心を
真下に、かけるっていうことと、あと1分間180のテンポで、走るっていうことと、あと腕ですね、腕を引くっていう、この4つがランニングの、フォームの基本らしいんで、ちょっとそれを意識して今日は走っていきたいと思います。180、あ、今174だ。ちょっと難しいですよね、180のペースっていうのは。今日はその180だけも、180のペースを意識して、今日はこれをテーマに走っていきたいと思います。175か、これよいしょよいしょ、丸小橋ですね、ガス橋、ガス橋を通過しました。よいしょ、あー結構しんどい。いやー、ピッチ180結構きつい、なかなか結構上がらないですね。こっち古市場ですね、競技場、400m トラックがあります。結構走ってる人がたくさんいますね。ピッチ180、今ぐらいちょっと喉乾いたんで休憩していきましょう。はい、ドリンクスポットです。ちょうど今閉鎖してますね。自販機でちょっとドリンク補給しましょう。走りて、ポカリ、はい、ポカリいただきます。よし、じゃあ行きましょう。多摩川大橋を今東京方面に渡っていきますね。よし、こっから東京大田区に入りました。いやー、ダメだ、12時ぐらい、時間ぐらい180でピッチで走ってきましたけど、ちょっとやっぱしんどいですね。まだリハビリが進んでないのか、体力がだいぶ落ちてしまってますね。6号水門、すごい古そうな、かっこいい、めっちゃ歴史がありそうですね。高速道路の架け替え工事中ですね。すごい。ああ、大トロ行きましたね。くぐる。よいしょ。羽田空港の飛行機がたくさん見えます。飛行機乗ってねえな。多摩川スカイブリッジ、見えてきましたね。これ多摩川スカイブリッジ、ちょっと見晴らしがいいですね。飛行機が見えてます。よし、よし、12時半、ちょっとそろそろ
終わりましょうか。富士山は今日は見えないですね、あっちの方はですけど見えません。川崎まで行けるかな。ちょっと向かってみましょう。セブンイレブンは無駄におしゃれだわ。おしゃれ。はい、ちょっとおにぎり1個いくわ。うまい。いや、おにぎり食べてだいぶ復活しました。危なかった。じゃあこのまま川崎駅の方に戻ってきます。よし、川沿い、よし。いやー、足で足が痛い。ちょっとだけゴミを拾っとってます。走り始めて2時間37分距離にして今22キロちょっと。やっぱしんどいですね。足が全然前に出ない。リハビリアン始めて今一番長い距離を走っているかな。やっぱりこう体ができてないですね。まあでもあと5キロぐらい、まあちょっとゆっくりでもいいんで進んでいこうと思います。パンの止めるプラスチック結構集まりましたね。15分ぐらい次から。めっちゃ可愛い。こんにちは。緑、ハートとスズメと可愛い。6号橋ですね。6号橋を越えていきます。多摩川離れてだいぶ街中に入ってきましたね。おお、東海道川崎宿。おお、川崎来ましたね。東海道、おお、川崎人がいっぱいいますね。やっぱよっしゃ、着きました。カプセルサウナビッグ川崎ビッグ、今日のゴールここですね。いやー、しのかった。いやー、着いた。サウナ聖地ですね。今日は2時間44分、だいたい3時間ぐらい走って25キロちょっと、走ることができました。久しぶりの、リハビリランだったんで、やっぱ20キロ以上いっぺんに走るとだいぶしんどいなっていうのが分かりました。年内ちょっと長い距離はこれが最後かもしれないですけれども、また来年以降に向けて頑張って走っていきたいと思います。今日はこちらで終了します。すごい、タンメンとおつまみチャーシューとビール、いいっすねこれ。これはやばい。ビッグ、すごい。
つまみチャーシュー、うん、めっちゃうまい、うん、ビールに合いますね。ビールに合う、うん、やっぱ瓶ビールが進みますね。タンメンも麺が太くて具沢山、野菜もいい、うん、スープもあっさりしてました。うまい、うまい、やっぱこのタンメン最高ですね。走ってサウナ行ってタンメン、やばいっす。うん、ちょっと紫ビッグのこの元気さは気になるので、ちょっとこれいきましょう。元気さは明太子、うん、やばい、なんか入ってる、アミノ酸が入ってる、あーなんかやばいの入ってますわ。明太子もね、明太子いただきます、うん、うまい、結構これ読むの好きですよね。ということで、2024年もですね、ランとサウナと飯に関する情報、少しでも皆さんのお役に立てるような情報をお伝えできればなというふうに思っております。YouTubeインスタグラム、フェイスブック、ツイッターなんかもやっておりますので、そちらの方も合わせて見ていただければと思います。いいね、コメント、チャンネル登録していただけるととても励みになります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。以上終わりです。お疲れ様でした。